全日本スポーツカー耐久選手権でのポルシェ911グループ GT2 は自動車レースに使用する競技車両のカテゴリーの一つである。1999年で QGT1 が消滅し、QGT2 車両が GT1 に解消し、トップカテゴリーに設定された際に、買いカテゴリーとして設立された。FIA による正式な故障はグループ GT2 であるが、 日本国内ではあまり一般的な呼び方ではなく、GT2 クラスもしく、FIAGT2 などと呼ぶことがほとんどである。市販スポーツカーを改造した車両がホモロゲーションの対象となる。改造範囲が GT1 マシンに比べて狭く、より市販車に近い。世界の GT レースではアークスプライベーター問わず運用された。しかしかけるマシンが限られたことから人気が衰退し、 現在は ACO が耐久レース向けの LMGTE として発展させたものを引き継いでいる。BMWM3GT にエンジン最低重量駆動系、足回り燃料タンク最大容量、ロータスエボーラ GTE スパイカー C8、スパイダー GT2R パノス GT にそれでも GT3 よりは改造範囲が広いルマンでは GT として FIAGT 選手権では1年遅れで NGT として設立。スーパー GT でも出場可能だが、あくまで特任者扱いのため除外。ありがとうございます。